こんばんは。メリー。あ、メリーだけになっちゃった。メリー。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス、イエーイ。ピアスもちゃんとクリスマスしてます。乾かーい。乾杯する。メリークリスマス、さっし。乾杯する。なるほどって何？上機嫌でよろしい。上機嫌？ねえねえ、メガネなくしたんだけどさ、私のメガネどこにあるか知らない？メガネどっか行っちゃったんだけどさ、知らないですか？私最後いつメガネかけてました？知らないよね。今日は冷蔵庫の中入ってる？待って、メロ送んなきゃ。酔ってるって。酔ってないよ。あ、ネイルしてきました。ちょっと待ってね。待って、インスタに更新しなきゃ。メリークリスマスって。ちょっとインスタだけ先に更新します。さっきしようとして途中だった。ちょっと待ってて。どれにしよっかな、あげる写真。どれにしよっかな。クリスマスって2日しかない。何？みんな困惑してる？いや、なんかさ、いっぱいさ、トナカイとかの写真あるのにさ、なんか今日で全部消化しなきゃいけないかなって思うとさ、プレッシャーがすごいというかさ、なんか なんて言ったらいいの、このなんか分かります？言いたいこと伝わります？
クリスマスの音楽でもつきますか。メリークリスマス。あ、鹿って言ったら歯が出てきちゃった。今絵文字打つのに鹿の、ねえねえ、鹿の絵文字打ちたいのに歯の絵文字しか出てこない。あー、なんで？なんで鹿ってやって鹿出てこないの？歯しか出てこない。やめよう、もう鹿のせいで。よーし、乗せたぞ。あ、トナカイ？載せました、インスタ。テンション狂ってていいですね。聞いてくださいよ、だってさ、今日さ、マネージャーさんと打ち合わせしてきたんですよ、ご飯食べながら。なんかそしたらなんか楽しくなっちゃったよ。とは。しんどって返信し、いや返信、あ、しんどってね。そう、なんかすごく人生について語っちゃって、この先の人生とか仕事の話とか、なんかいろいろ話、あとなんか普通に寝不足というか疲れてたのもあるんですかね。てか、なんでクリスマスにマネージャーさんとご飯行かないけないんだみたいなので楽しくなっちゃってそう、え、泣いちゃった。でも泣きそうになっちゃって、なんか人生について話してたら、なんかクリスマスに話すことだから、クリスマスという平日を恨みますよね。なんかクリスマスだからなんか予約も取りにくいし、クリスマスだからなんかご飯に行くのもなんか、お、どうしますかみたいになっちゃったし、クリスマスでなければいいのにみたいななりましたよね、マネージャーさんとも。じゃあなんかすごい、なんか事務所とかさ、なんかやっぱ人間にとって事務所さんとさ、なんかなんて言ったらいいの、愛があって、愛がある上での仕事のやり取りって素敵ですよねっていう風に思いました。何を話してるんでしょうか、メリークリスマス。え、なんていうの、愛があるって大事じゃないですか、仕事する上で。なんて言ったらいいんですか仕事する上で愛があるって大事ですよねっていう、思いません？人対人として相手への思いやりと話飛んでます。クリスマスとは思えない。メリークリスマス。なんか要するにすごく重い話をしてきたっていう話です。クリスマスにすごく重い話をずっとしてました、真面目に。それがなんか楽しかったなっていう話です。乾杯する？乾杯。水。
あ、最近聞いたよねのナレーション、今日そうなんですよ、ナレーション担当させていただきました。待って、 TikTok も更新しよう。今何にしようかな。これにしよう。投稿しました。昨日、あ、そうそう、 YouTube に TikTok ありました。SNS いっぱいで嬉しいけど、1月か2月だら来そう。全く更新しなくなるってこと？そんなことあるかな？それは私服ですか？クリスマスバージョンだよ、みんな。サンタだよ。え？違う、これ着てたやつじゃないです。自分の専用です。自分の専用。お家にあったサンタのコスプレ。見て、 TikTok とか更新しました。インスタも今更新しました。頑張った。今この数分で SNS の更新、間違えた。TikTok 頑張ってます。
これ反動きて SNS 全く更新しなくなるとかしないように気をつけますね。来月から TikTok エラコちゃん、うん、スズペさんタワーありがとう。サンタさんにサンタさん来た、ありがとう。ありがとう、クリスマスタワー確かにネイルこんな感じにしました。なんだ？すごい！今の何？クリスマスプレゼント？キラキラした。ありがとう。かわいいですか？これ。なんかオーロラネイルに。ハッピーホリデー！なんかつけました。オーロラネイルみたいにした。でこのピアスつけれるのももう最後かな今日で。かわいいこのピアス。300円の価値あったね。これだけクリスマスの私の気持ちを盛り上げてくれるなら。かなっち、かなっち、かなっちタワーありがとう。ありがとうかなっち、ありがとう。メリークリスマス。よいしょ。イヤリングアップで見せて。クマさんだよクマ。クマさんとクマさんとプレゼント300円やで。これちょっと私今酔っ払ってます？酔っ払ってます。飲んでない。やっぱり疲れてるんだ。じゃあケーキは食べてないですね、この2日間。ちょっとお花摘んでこよう。ちょっと待っててください。
寒い、本当に寒いよ、寒い、ただいま、寒いよね、本当に。寒い。確かに下がスウェットです。バレた？すごい眠いというか、エアコンの音じゃないですか。こちらもさっき眠すぎて意識飛ぶかと。わかるわかる。眠いよね。さっきコンビニで見え張って2つ入りケーキ買った。かわいい。ケーキ私食べなかったです、結局今年は。なんでケーキ2つ入りしかないんですかね。確かに、なんで世の中のクリスマスは2人で過ごす前提みたいに2個セットで売ってるんですかね。いらんがな、1個だけでいいがなってなりますよね。確かに。何？言ったついでに加工見ていいですか？加工ってなんだ？何の加工だ？加工見ていいですか？なるほどね、イブと今日で分けて食べる。ケーキって2個食うくない？ 1 個やろ。2個食べんの。食いしん坊なので2つで1人前だと思ってました。かわいいね、食いしん坊。海外は家族で過ごすの定番。へえ、なるほどね。どういうこと？加工、うん、加工を見て、あ、そういうこと？ん？キラキラってことは、キラキラ投げていいですか？あ、そういうことね。キラ、あ、加工、ま、加工、じゃあ待ちます、今。先に待ちます。かなちん2個目。かなちん2個目タワー。かなちん。ダブルタワーありがとう、かなちゃん。待って、やべ間違えた、やべ間違えた割に大きいのよ、なんかあれが。あれが大きいのよ、間違える割には。なんか間違えた間違えたって何？間違える額じゃない、そう、それが言いたかった。あ、やべ間違えちゃった、ボタン押しちゃったみたいな感じじゃない。キラキラあった？嘘、私のなんか加工が出なかった。なんで？押すとこ間違えた。間違えちゃったの？大変な間違いだそれは。
普通に昨日も今日も仕事でクリスマス感なかったのでサンタさんありがとうございます。あ、メリークリスマス。スクショタイム、すごい加工、すごい今のすごかったね。ちゃんと酔っ払ってるんだ、ちゃんと絶対。ありがとうちゃんと。ダブルタワー、クリスマスダブルタワー、加工ありがとう。篠崎さん酔った酔ったらイカラ、酔ったらイカラ一ついいですか。酔ったらイカラ、酔ったから、酔ったから一ついいですか酔っ払いから一ついいですか。解読難しい。私は篠崎さんの母より姉にしてよ。私がママみたいって言ったからお姉ちゃんにしてってこと。じゃあお姉ちゃんにする。ゲーム初心者で苦戦しまくりだけど、あやなちゃんファンがあんな方々優しくて助かります。あ、今日中間出たね。中間1位でした。またでもファンの方に絶対1位で油断してるよねって、油断大敵だよってすごく怒られたので、そうコミちゃんの追い上げが怖い、コミが怖いね、え怖い。コミちゃん絶対負けたくないけど、私コミちゃんにだけは、コミちゃんにだけはとは、コミがコミがすごく迫ってきてるらしくて、負けたくないです。コミちゃんに結構ムチ入れてた。あ、コミちゃんが、そうなんだ。そうなんだ。じゃあ私も本当に油断大敵ってことですね。音で表すなら追い上げ方がブワーですよ。なるほどね。ブワーなんだ、コミちゃん。理解理解。枠あるから人増やした方がいいですね。枠ある、みんな枠増やそう。じゃあ私もやろう、もう一端末、もう一端末で。コミエルスマジ同盟人数、皆さんお友達とかなんか協力してくれそうな人はいらっしゃいますか。多分分母結構本当に大事だと思ってて、私も大事ですよね分母ね。一端末でさ、一端末で2個アカウント作れるよね、これ。なんか結構進んでくと、そう、一端末で、待って、一端末でいけるんだよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。一人でいけるの。なんか時間経つと
進めるのが難しくなるから分母を増やした方がもうそうなると結構いいかなっていうのはめっちゃ思ってて、ちょっと待ってね、一端末でやる方法みたいに来てた気がするんだよね。ちょっと待ってね、どこに来てたんだっけ、ちょっと見るね。どこに来てたっけ、ちょっと真剣に。下記の方法でサブアカウント同じ端末で複数キャラを作成する方法、アカウント切り替え方法ありました。左上のアカウントのアイコンあるじゃないですか、人間の文字からそこを押して、左下から3つ目の設定、ちょっとこれとりあえず間スクショスクショして、あれあ、そう、左上のここ人間マーク押すじゃないですか、ここの確かにそこで送るか。でそこを押したら左下から右、左下から3番目の設定があって、そこを押してその後に設定の後にアカウントってとこを押すんですよ。アカウントってとこを押して、ウィーバースに乗っけるわ。アカウントってとこを押したら、IGG アカウントのバインドをタップ、ちょっと待って、違うわ、これは別端末で同じアカウントを共有する方法か。アカウントの連携、同じ端末で複数キャラだからそういうことか。ごめん、間違えたわ、間違えました。別端末で同じアカウントを共有する方法だった。ログイン方法だ、別端末での。一端末で2つは作れないわ。そうだね、そっか、ごめん、間違えました。パソコンとかがなきゃ無理なのか。ダメだ、ごめんね、無理だった。パソコンで福岡やってる。パソコンだとできんのか、むずい。いや、お母さんにこのゲームはできないよね。私がママの端末でやるならあれだけど、とりあえずコミちゃんには負けたくない。課金しよっかな、もう私負けたくないから。
なんかシンシアに課金しなきゃよかったな。シンシアなんかどうなのあれ、そうでもないよねそうでもないって言ったらあれだけど、160円のさキャサリンだけでいいよね。わかる、シンシアいらんかった別に。シンシア800円の女嘘、シンシア強い、800円の女強い。アンドロイドだと150円と700円、アンドロイドだと安いんだ。初めて知った。へえ。確かにアップルだからな、私も。わかるよ。負けたくないけどさ、1月17まであるんだよね。長くない？期間ね、長いよね。みんなありがとう、頑張ってくれて。あ、本部は13以上じゃないといけないんですよね。このゲーム結局何したら最短ルート？何したらなの？戦力建物だけじゃなくて研究とかでも見る。研究しよう。じゃあ研究大事らしい。
クレベルが最優先。とりあえず何もしない時間がなければいい。常に何かをさせときな。わかる。あの訓練とかね、常にあの寝てる時間とかも本当にもったいないってことよね。常に労働カンカンカンって感じじゃないですか。もうこのキャサリン早く20レベルにしたい。このさ、どうやったら経験値重ねられんの？どんどんミッションクリアするしかないの。捜索してる。今キャサリン20レベルでチャプター13で2体のヒーローをレベル20にレベルアップさせるをしなきゃいけなくて、キャサリンが今19レベルなの。そこをクリアしないと今のチャプタークリアできなくて、でさあ出てくるのよ、そういう時に800円課金が。もしかしてランク上げてない？ランク？戦力金で買えんのよ、ムカつくよね。ランク強化って何？全然クリスマスっぽい配信じゃなくなっちゃった。20になったら言われる。そうなんだ。はあ、ゲームって難しい。で、眠くなってきちゃった。スマホを投げ捨てた音が聞こえた。順位読もうかな。いや、クリスマス配信をさしたかったんさ。クリスマスだからさ、今日15分やったけどさ、したかったんさ。もみんな見てね。あいなちゃんが一番好きです。一生幸せにしてください。一緒に。
11位、山崎雅弘、世界一可愛いアナウンサー、助け好き大好きありがとう。10位、オゲリオとチームナーさん。9位、アンくんさん。8位、ヤチャシタグチームナーさん。7位、マサタシタグチームナーさん。6位、ノージーさん。5位、ひろゆきさん。4位、ゆきちゃん。本日お誕生日でした。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディア、ゆきちゃん。クリスマスによ、クリスマスに生まれた女子よ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ハッピーバースデー。3位、スズペラビモチさん。2位、ちゃんたママ篠崎さん、好き、私も好き。1位、かなちんでした。スズペさん、タワーありがとうございます。ちゃんたキラキラダブルタワーありがとう。かなちん、間違っちゃった、間違って押しちゃったわ、ありがとうございます。ありがとうタワー。そして55位、もなちゃん枠が、レッドーシュレッツユーズ、レッツユーズ、レッツユーズ、ありがとうございました。ということで、皆さん明日ちょっと朝早くて、私お先に失礼いたします。おやすみなさい。メリークリスマス、メリークリスマス。あ、ちょっとヒートテックとか見えちゃったりしちゃったり、メリークリスマス。ありがとうございました。それでは、バイバーイ。ありがとうございました。